祖以来604年、戦乱の世より現在に連綿とする忍者が一党。乱世にあっては民草と共に、あるいは先の大戦では一兵として、平時となれば関東を打ち、力なき者の剣となり、いかなる時も草として影として我ら忍びて武を振るいきたる。ん？なんだこれ？名刺？押し売りかな？ここの家に何か売るのは難しいと思うよ。チキンの足から人工衛星まで何でも揃ってるからね。物売りにはあらず、我が名はゼクー。あ、ちょっとかっこいいっぽい。武神流に連なる見慣れど、こたび新たに流派を起こす次第にてご挨拶につかまつった。同業者か。そっちも足りてると思うよ。鬼は番も用心棒も何でもいるもん。忍者軍団を作るので、嬢ちゃんも卒業したらぜひ。ちぇ、ちょっとかっこいいのかと思ったら中身はじいちゃん。やっぱ忍びなんて変なのばっかり。彼氏は普通の人を探さないとだね。武のあり方もまた、武神流の名を離れた今、我が目指すべき武とは。どうも神月さん、ゼクーです。あら、これはご丁寧に。ですが、せっかくですけど、お庭番は間に合ってましてよ。いえ、神月さん、このグロバールなご時世、諜報、傍聴、破壊工作からお使いまで、忍者のアウトソースをお考えになっても。アウトソースね。まあいいですわ。とりあえず商品を見せていただきましょうか。部族侵入。我が術の神、核の如し、大義ある依頼なればいつでも賜らん。ではまあ、腕は立つようですわね。変態百出、木に望みて変に応ずるは忍びの本領。現代を生きる忍びとして、この老いぼれに何ができるか。まあそれはそうとして、新たな流派の名前を何とするかな。新武神流と。いやいや、やはりグロバールな時代に合わせて横文字がよかろう。スロッショーズでどうか。はじゃ、武神流。スレイヤーズ。トラブ流。ストライダーズ。ゴーマ風神セーブ流。
鉄の図朧新月夜羽の一家